ドゥニー・パパンは、フランスの物理学者、発明家である。圧力調理器の発明者、蒸気機関の原理の開発者として知られている。1680年に、ロンドン王立協会フェローに選出された。ドゥニー・パパンの肖像がフランス中部ロワーアルエシェール県のブロワで、父ドニ・パピン、母マドリン・ピネアウのもと、10人兄弟の4番目で、長男として生まれた。 一家及び親族は、ユグノー教徒であった。6歳から、おじの保護の下で、ソーミュールのユグノーアカデミーに通い、1661年から、アンジェの大学で医学を学び、1669年に、医学の学位を授かった。1670年に医者として、パリへ移ったが、数学や力学への興味が捨てきれず、翌1671年から、 当時パリにいたクリスティアン・ホイフェンスの助手となった。空気ポンプなどの器具や測定器を製作して、空気、気圧、真空や生物への影響などについて、主治の実験を行い、結果を書籍ニューベル・エクスピリアンス・スジュベイドとして出版した。ゴッドフリート・ライプーニッツとの交流も、この時期に始まっている。パッパンは、1675年に、ホイフェンスの紹介で、ロンドンへ渡り、 1676年からロンドン王立協会でロバート・ボイルの助手を務め空気ポンプを用いた手術の実験でボイルを補助した。この結果はボイルの著書カンティーション・オブ・エクスペリメンツ・フィシコ・メカニカル1682に記されている。ボイルが病気になってからボイルのほとんどの実験と執筆をパパンが行った。1679年からは王立協会で ロバート・フックの助手を務めた。この間、水の沸騰温度が圧力に依存することを発見し、圧力調理器ダイジェスターを発明して1679年に王立協会へ提出した。この調理器には安全弁がついており、パパンは安全弁の発明者としても知られている。1680年には、ボイル及びフックとの優れた研究で、 ロンドン王立協会フェローとなった。1681年に彼はイタリアへ渡った。イタリアでは1684年までベニスの公立科学アカデミーの実験主任を務めた。アカデミーの序盤にアンブローズをサロッチと共に王立協会のベニス版を創設しようと務めたが、これは実現しなかった。彼は1684年に再びロンドンへ戻り、 1687年まで、王立教会実験担当として止まった。母国フランスでは1685年に、ルイ14世により何との直令が廃止され、パパンは亡命者の身分となった。1687年には、ドイツのヘッセンカッセル紅白に招かれ、マールブルク大学の数学教授となった。その間、パパンはフランスを逃れたユグノーたちと交流を持っていた。 その中には、未亡人となった10枚のマリエ・パピンも含まれ、後の1691年に彼女と結婚し、義娘ジャック・マリバーンの父となった。彼は1689年に、カーツポンプとベローズを用いて、潜水省内に圧力と空気を保持できることを示した。また、シリンダの中に真空を作り出して、大気の力を利用しようとしていた。彼は、 ダイジェスターでの経験をもとに蒸気を利用する方法に行き着き、1690年にシリンダとピストンを用いた蒸気機関の模型を製作した。これはその後の蒸気機関の原理となった。彼は1696年にマールブルク大学を去り、それ以降、ヘッセンカスセル砲白寮で働いた。ドイツ滞在中の彼のその他の発明には空気銃、手り弾発射装置等があり、 また、ヘッセンカッセルにガラス工業を起こそうと試みたり、薬品と真空を用いた食品保存の実験も行っている。ロンドンへ戻る直前の1707年には初の外輪船を建造した。1707年にパッパンは妻子をドイツに残してロンドンへ戻った。1712年までの間、彼は王立協会へ何件か論文を提出したが、 紹介はされたものの出版されなかった。その中には功績を擁有するための送風装置もあり、このアイデアは後世の送風炉の基礎となるものであった。彼は王立協会で再度職を得るよう望んだが、教会の財政的な苦しさから実現はしなかった。当時会長であったアイザック・ニュートンが賛成しなかったとされる。パッパンは王立協会は彼を正当に評価しなかったと強い。 不満を持っていた。彼が最後に残した記録は1712年1月23日の手紙であり、この年にパッパンは貧窮の中でロンドンで死去したとされている。パパンのダイジェスターロンドンに滞在した間、パパンはダイジェスターと称した圧力調理器を発明して1679年に王立協会へ提出した。さらに1681年には、 ロンドンで1682年にはパリでその説明書を出版した。その中で彼は密閉容器内に蒸気を閉じ込めて高温で調理することにより動物の骨やその他の固形物を溶かすことができると説明した。渦のように調理容器 B に蓋 C をネジ D で固く締め付け中の食物を高温で調理する。安全弁を抑えるレバーに W を取り付け、重りの重さと位置を変えて圧力を調整する。この安全弁もパパンの発明とされている。1685年頃からパパンは空気の力を利用して水車の動力を遠隔地へ伝える装置を考案した。鉱山の排水や高い塔への用水に応用することを意図しており、セーヌ川の水をベルサイユ宮殿へ給水するマルリーの機械に変わる。 装置としても提案した。水車の動力を空気により伝送する方法4。片切り替えベンパパンは、当初は空気ポンプのピストンの動きを空気配管を用いて、遠方の作業用、ピストンシリンダに伝える方式を提案したが、その後、何度も繰り返し改良を重ねた。サズニは、1686年に、ロンドン王立協会へ提案したものを示す。 水車 Q のクランク P で空気ポンプを駆動し、電倉配管 R から排気する。電倉配管の多端は鉱山まで達し、4型切り替え弁 S を介して大きなシリンダー I、または L につながり、ピストン H、または L のどちらかの下の空気を排出する。4型切り替え弁 S は、ピストンの動きに合わせて切り替え、渦のようにシリンダー I と G と電倉配管 R、 または大気に交互に切り替えて接続する。これにより、軸 D と車輪 A は交互に左回り、右回りに回転し、行動の中へ下ろしたバケツ C を上げ下げして、水や鉱石を運ぶことができる。軸 D、車輪 A の直径やシリンダの大きさを変えることにより、必要な力と速度で動作させることができ、自動運転もできる。このようにして、 水車の動力を空気圧の伝送配管で遠方に伝えて有用な目的に使うことができると彼は述べている。1688年にパパンは火薬を用いてシリンダから空気を排気しピストンの下方に真空を作り出す方法について王立協会で発表している。パパンは2種類の模型で実験したがシリンダ内には約1、5の空気が残り 得られる力は1、2に止まったとしている。火薬により目的を果たせないことが分かり、それ以降、代わりに蒸気を用いるようになった。パパンの蒸気機関1690年に彼が提案した蒸気機関を渦に示す。金属のシリンダーへの底に少量の水を入れ、ピストン B を水に接するように乗せる。ピストンの下の空気は、ピストンの昇降を通じて排出した後、 昇降を 1000M で塞ぐ。シリンダーの下に火を当てて、中の水を加熱して蒸発させると、蒸気がピストンをシリンダーの頂上まで押し上げる。そこで、ラッチ E がピストンの柄 H のノッチに入って、ピストンを固定する。シリンダーの下から火を取り除いて、シリンダーを冷却すると、中の蒸気は凝縮し、シリンダー内は空気のない状態となる。この状態で、 ラッチーを外せば、ピストンは上に作用する空気の重さにより、シリンダの中を下方へ押される。ピストンの柄 H に結んだロープ L で、プーリ T を介して、重りを持ち上げることができる。彼は、直径21、2インチのシリンダで、60ポンドの重りを持ち上げることができ、これを1分間に1動作反復することができたと、述べた。このデータから彼は、 2フィート少々の直径で4フィート長のシリンダを用いると8000ポンドの重りを毎分4フィートの高さに持ち上げることができ、これは32000ポンドを毎分1フィート持ち上げることになると計算した。マグデブルクの半球実験で示された大気の力から動力を取り出す蒸気機関の原理はこの単純な機械で簡潔に示されている。その最大の特徴は、 ピストンとシリンダを用いることと真空を作り出すために蒸気の凝縮を利用することであった。ただし、シリンダが本来の役割の他にボイラと凝縮機を兼ねている点に難点がある。パパンの蒸気機関から8年後の1698年にイングランドのトマス・セイバリが最初の実動の蒸気機関を製作し特許を取得した。1705年に ライプニッツがイングランドを訪れて、セーバリ機関をスケッチし、それをパパンに送った。パパンはそれを見て、再度蒸気機関の開発に取り組み、1707年に新たな蒸気機関を提案した。パパンの二度目の蒸気機関さずはその構造を示すもので、パパンによると次のように動作する。ボイラー A の蒸気をコック C を介して、シリンダ N へ導き、蒸気の圧力で、 誘導ピストン H を下方へ押し、その下の水を弁をお回して、送水管 G へ送り出す。誘導ピストンは蒸気が水と接触して、急速に凝縮するのを防ぐ。水は送水管 G で必要な高さまで溶水し、空気室 R へ貯める。空気室内の空気が蓄圧器の役目を果たし、水は均一な流れとなって水車に注がれ、水車を駆動する。 シリンダで誘導ピストンを押し終わった蒸気を大気に放出すると新しい水がロート系から供給されてピストンを押し上げて元に戻りこの動作を繰り返す。パパンのこの機関はセイバリーの機関に誘導ピストンを加えただけの改良であり蒸気の凝縮により真空を作り出すという利点もピストンから動力を取り出すという利点も共に失っている。 明らかに、生ばりの期間よりも劣っていた。パパンが、パリで、ホイフェンスの助手をしていた1670年頃、ゴットフリートライプニッツはしばしば、ホイフェンスの実験室を訪れており、この頃から、両者の交流が始まっている。彼らは、落下物体の運動を論じた、パパンの論文を契機に1689から1692年の間、多くの話題について、 往復書簡を交わしており、その中には、ライプニッツとルネ・デカルトの、いわゆる活力論争に関するものも含まれていた。ライプニッツは、最初の手紙を以下のように結んでいる。我々は、デカルト主義者とは異なって、運動の量は常に保存されるのではないと結論する。両者は、学術雑誌上でも、同じ問題で論争している。往復書簡は、パパンが、 ヘッセンカッセル網白の元へ移った1693年頃に途切れているが、再度1695年から1700年にかけて同じ問題で議論を交わしている。パパンはライプニッツに必ずしも同意していなかったが、力学の理論にも強い関心を持っていたことが伺える。ありがとうございます。